西立川駅から徒歩5分のビル内にオープンしたのは、長井画廊立川ギャラリー。テレビ東京の鑑定番組にも出演している長井龍之介さんが所有するもので、オープニング企画として今週末までアール・ブリュット・タマと題した企画展が開催されています。立川市や八王子市などに住む作家の作品およそ40点を展示販売しています。アール・ブリュットとは、加工されていない気のままの芸術という意味のフランス語で、特別な芸術教育を受けていない人が既成概念にとらわれることなく、創作意欲のままに自然に表現した作品のことを指します。立川市では一昨年から障害を持つ子の親を中心とした実行委員会が年に1回アール・ブリュット立川と題した展覧会を開催してきました。その展覧会を訪れた永井さんが、画廊の倉庫として使用する予定だったこの場所を活用し、アール・ブリュットの魅力を広く発信することを企画。実行委員会などの協力のもと、ギャラリーが開設されることになりました。アール立川、現代アートの、街づくりですよね、彫刻を並べると。で、今全国的に各地でそういうアートイベントが行われてますけど、ある意味でそれ先駆けだったんですよね。非常にそういう意味でしっかりとした、ね、コンセプトがあって、アートに対する理解が町全体としてあるんじゃないかなと、そういうイメージが私の中でありましたので、そういった理解のある人たちに、ここの場所もね、いろいろと理解していただけるんじゃないかなという思いはありましたね。こちらのギャラリーは毎週土曜日と日曜日のみ貸し出される予定で、アール・ブリュットは常設で展示していく計画です。ギャラリーをサポートするアール・ブリュット立川の実行委員は、永井さんのような著名な方に作品を評価してもらうことでさらに価値が高まり、芸術家たちの励みになるとギャラリーに期待を寄せています。で、どうも日本ではいわゆるその障害者とかね、正規の美術教育を受けていないという切り口が多いんですけれども、障害という部分だけではなくて、本来人間が本当に本質的に持っているもの、それが表現できるものが実はアール・ブリュットであるということを私は改めて、提唱したいな。なお、長井画廊立川ギャラリーは青梅線西立川駅から徒歩5分、富士見町1丁目のビルの4階にあります。